どうも皆さんこんにちは。じゃーん、僕の大好きなギターを持ってきました。このギターね、ほんと好きで、持ってるギター、アコギでもしかしたら一番好きなのかなと思うぐらい好きなギターなんだけど、最近大阪とか行くことが多くて、持ち運ぶやつはもうちょっとちっちゃいギター持ち運んでんですよ。 CF100 っていうギターがあって、だからこの子は最近なんかどこにも持って行ってないの。ほんと一番気に入ってると思うのよこれ。ケースも当時のままなの。マッチングしてんの、中の個体とケースが。すごいよこれ見て、こんなもん。ほら、これは50年代、だから50年代のケースなの。やばくないですか。このケースだけでもすごいんだよ。だから見てほら、よーく見たらほら、何、1952年か3年、70年ちょっと。怖いね、大先輩だよね。これはギブソン185っていうやつ。これ見て、こんなのどういうセンスなんだね。これピンクのね、ベルベットっていうのかな。やばくないですかこれ。やばいよね。この当時はこういうの多くて、こういう色のやつでもなんかもうかっこいいでしょ。なんかもう超越してて、今さこういうセンスだとさ、もうさ何なのみたいな感じになるけど、ヴィンテージのこういうのってなんかやばくないですか。やばいよね。これは1951年だね。うん、でもそれでも72年とか、うん、そう7年か8年ぐらいの間しか作られてなくて、でそれの一番初期のやつなんだよね。結構じゃあもう本数というか自体も少ないって感じ。90本ぐらいしか初期は作ってないと思う。うん、カラマーズで作って、僕が言ったカラマーズでスタンプをしてあるんだよ。中に修理してあって、ちょっとなんか木の棒を貼ってるけど、殻まで見える。殻まで、すごいね。これちょっと音聞いてみますか。で今日はそう、あのね、弦を張り替えろと思って、弦持ってきたの。高いとさ、この弦高が高いと押さえづらいわけですよ。でこれは本当になんか弦高も低くてよくなるの。買い替えようか。よし、まずね、これはこれさ、もうほんといろいろやり方あると思うんだけど、まず外しますよね、これを。これクニョクニョクニョ、ほらもう久しく張り替えてなかったから。で、ここになんかこういうのあって、これも不思議なんだけど取れんの、ほらこれこれをね、なくしちゃったらもう最悪なわけよ。弦が張れなくなっちゃうわけだから、もう絶対なくさないようにこれいつも置いとくわけ。一番最初の方ギター買った時に張り替えた時、これなくしちゃって、もう大惨事だったんだよ。ない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 っつって、これ絶対なくしちゃダメ。取れた、よし。そしたらこれを、ホコリがかぶってるとこあるから、フレットとかはきれいにね、拭いてあげるんだよね。液みたいのも売ってて、なんかレモンの香りがするやつとか。で僕はあんまりなんかそういうのはやらずにも、こうやってギター発表会の前とかはね、ギターショップに持ってって本当にメンテしてもらうのよ。うん、プロの人に。そう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 、ヴィンテージってこういう塗料とかがこうちょっとほら、なんていうの、抜けてきたりとかしてベトベトするしちゃう時とかあるわけ。これは今大丈夫なんだけど、分かってない時とか、ヴィンテージのギターかっこいいじゃないですか。どういうもんなのかなと思ってやってたら、トライセラーの翔くんが、和田翔くんが、これダメだよ九志くんって、よくあるんだよヴィンテージでこれネチャネチャするのって言って、翔くんにに直してもらった時あって、あ、そうなんだ。そしたらもうちゃんとこうなんか吹いて、時間をかけて乾かして何回か繰り返すらしいんだけど、これはまだ大丈夫なんだけど、それでメンテしてもらったのもあって、だから必ず発表会の前は全部使うギターはちゃんとプロに任せる。だけどこれ今状態いいと思うし、こんくらいだったら。なかなかさ、こう弦張ってるとさ、たもうよくこういうとこ、これも取れるんだよ、なんかほら、これ象牙なのかな、なんか象牙とか、すごくない？すごいよね、歴史の匂いがする、本当に
本当だよ、時代を感じる。本当に、おーい、繋がってんの、カラマーズの魔女とここね、1951年のおーい、日本に来たでー、そんな想像しながらね。このギターもいろんな方を、そうじゃない、うん、いろんなミュージシャンの方が、ここもだってなんかついてるし、なんかステッカー貼ってたかもしれないね。うん、撮ったんだろうね。なんか圧倒的なのも込みでいいなって感じなんですか。ここは正直買ったこと気づかなかった。あ、なるほど、うん、でも、分かっても買ってた。うん、本当に結構ない個体だから。でも本当に、たまたまこの間ちょっと出て本当にどうしようかなと思った。もう一本。うん。そう、でももう一本買ったとしても、ピックアップつけるのが、ちょっと、うん、このギターに関しては、うん、だから、結構迷ってんの。もう一回、もう多分それ売れちゃったと思うから、多分売れてると思うの。これなんかペンチで。これ、よく貼る弦。これ、エレクサーっていうやつ。ね、これね。これ、1、2、3、4、5、6ってなってるわけです、試験から。一番細い弦、一番細い弦が一番切れやすいんで気をつけてください。こういうの結構あのワンちゃんとかさ、いるお宅は気をつけて、うちも気をつけていつも貼るのよ。でこうやって、多分人それぞれなんだけど、このさっき取ったやつ、まずこの弦をこの穴に入れるわけですよね。必ず1弦ね、一番端の方、当たり前だけど。でこんな感じで、こんな感じでグッと、そして一弦をね、間違えないように、このぐらいのたるみのところで折っちゃうの。こうやって一回クッて、こうなってもいいから、もうどんどん難しいこと考えないで、上に引っ張りながら巻いていくの。こうやってクッ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 、よし、もうここら辺まで巻けてきたら、これペンチで切っちゃう。 OK、 あとでチューニングでね、うん、はい、次2弦で同じ、もうやることはこう入れて、はい、でまたこっちのペグの方をこう手前に OK、 こっち3弦で、だんだん1弦よりかちょっと太くなると簡単になってくるんだよ。で4弦、はい、次5弦いきましょう。いいね、買ってきたね。あのミュージシャンの方ってこのまま合わせてかっこいいよね、なんかね、何にもチューナーなしにさ、大体合わせちゃうんだよね。で最後6弦、一番太い弦は一番張りやすい。できたー、これで完成。だけど全然チューニング合ってなくて、あ、でもこの6弦開放がこのぐらいな気がすんのよ。これミの音なんだよね、開放弦って。この音はちょっと分かってて、なぜかというと、僕の作った自分のカメレオンって曲があるんだけど、その開放弦のこの音から始まるのよ。カメレオン。なんか近い気がして。まあこれを基準にすると、どうなるかというと、5弦は、開放弦がラの音なんでしょ、6弦5フレットを押さえるとラの音になるのよ。今度5弦開放がラナなのよ。この音を合わせればいいわけ。正直この最初の開放弦の6弦の開放のミの音がずれてたらもう元も子もないんだけど、この音と低いよね、今ここ一緒なんだよ、低いよね、低い。あ、ちょっと合ってきた、低いけど、ほらちょっと合ってきたね。これね、重なり合うと違和感がなくなるんだよ、同じ音になるから。でもちょっと弦が違うから全く同じ音じゃないんだけど、音程的には同じ音になってくるね。ほら近くなってきた、近いからこうして。で今度は6弦を頼りにして作った5弦があるでしょ。5弦の5フレットを押さえるとレの音で、4弦の開放がレの音なの。
まあ、近いね、くしくも。お、近くなってきた。まあ、これにして、3弦の解放がその音だ。お、合ってるね、それ。ほら、ずっと並び一緒なんだけど、2弦だけはもうなんかその簡単に押さえるためにこのなんか2弦だけ半音ずらしてるんだって。今までこの5フレットを押さえて調整してきたのをここを押さえてあげた。ここ、ここなんか感覚的に2弦はもう半音あのずれてるやつだ、やかましいやつなんだなっていうイメージだ、そういうイメージだ。もう合ってきた。うん、どれくらいで、そしたら1弦と2弦はさっきまでの6弦から3弦までの法則と同じでいいのよ。2弦の5フレットを押さえた音と1弦の解放は同じ音、低いよね。こうミの音だから、合ってきた。あ、できた。結構近いかもしれない音。やっぱ変えてよかった。いやーよかった、みんな付き合ってくれてありがとう。面白いと思うんだよね、たまになんかこうやって張り替えてチューナー使わずに自分のこう耳で、そうすると フレットの音とかもちょっと覚えていくと思うんだよ。肝は2弦なんだよね、多分ギターのなんかちょっとややこしくてつまずいちゃうところって。はい、ということで面白かったですね。チャンネル登録よろしく。今日も動画を見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録をお願いします。その他いろんな SNS もやってるから見てみてね。またお会いしましょう。バイバーイ。